はい、こんにちは、スラクレのベロちゃんと梅ちゃんです。今日のテーマは南米に行ったら気をつけること、一つがお金だね。あ、これください。 OK です。はい、みんなね、こっちね、スカシオミンのお釣り、これもあるでしょ。うん、はい、お釣りもあったら俺もこうやって見ないと、マジで偽札多い。いや、なんかペンは普通なん普通の店、うん、で売ってる、うん、で、そのペンはなんか一回ランやって、もし茶色くなったらもうダメ、うん、逆に日本に来たらまあびっくりするよね、うん、なんで誰もチェックしない。え、日本でやったら超失礼だからね。そうなの？コンビニでさ、店員さんがさ、うん、こうやって渡されて、うん、何言ってんの？おい、偽札チェックしてるって分かったら、うん、失礼ですね。私はまだその ATM から下ろすときたまにやるということで、南米行ったらいろんな注意することもあるんですけど、まあ偽札は一つの注意することです。気をつけてください。ためになったなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお願いします。アディオスアミゴ。